ねえねえ、年頃の男女が2人でお買い物ってデートみたいだよね。新婚か、確かに一緒に夕飯の買い出しに出かける新婚夫婦君も大胆なこと言うようになったね。気のせいだから。あ、なんかニヤニヤしてるし、もう。さては私のことからかってるの？とにかくさっさと買い物済ませようか。あんまり遅くなるとさくらのご機嫌が斜めに。デザート全品 10% オフだって。ねえ、見に行っていい？とりあえず見るだけでいいから。ケーキも安くなってる。あ、こっちのティラミスもどれにしようかな。もう男の子は細かいこと気にしちゃダメだよ。あ、そうだけど、なんで知ってるの？私の知らないところで。ふん、別に。ねえ、さくらの好み知ってるならもちろん私の好みも知ってるよね。この中に私の一番好きなデザートあるけど、どれだかわかる？ほら、当ててみて。しょうがないな。ね、正解！よくわかったね。これをね、お風呂上がりに食べると最高なんだよ。甘いものは別腹だよ。このジャンボ抹茶ケーキはまだ食べたことなくて、前から気になってたの。次に行きましょう。そういえば、君はこのスーパーよく来るの？へえ、そうなんだ。私もさくらもよく来るけど、まだ遭遇したことないよね。あ、なになに、どうしたの？どうしてそういうこと言うの？っていうか、君とさくら意外に仲良し。もう気になる。そ
を固いこと言わないで。え？君と私の仲でしょ？お姉ちゃんが無駄遣いしないよう見張ってて、すぐ余計なもの買おうとするんだから。ってちょっとさくらったらなんで余計なこと言うの？なんかあの子最近お母さんに似てきたような。余計なことしてない？もう君って人はさくらをからかってない？食材もちゃんと買うから安心してって返信しておいて。エビさん、イカちゃんにホタテさん、おや、こんなところにアサリくんも見つけた。こんな冷蔵庫の中でキンキンに冷やされてかわいそうに。でも大丈夫だよ、これからカレーの中でグツグツ煮込んで温めてあげるからね。ちょっと、なんで笑うの？それもう秘めてないから、ダダ漏れだから。もう君ってたまにからかってくるよね。あ、見て見て、アイスクリーム全品ポイント5倍だって。大丈夫、さくらもアイス大好きだから、せっかくだから買っていこう。別腹別腹。教えるの久しぶりなんだもん、超楽しみ。大丈夫だよ、人に勉強を教えるのは丁寧で分かりやすいって巷で噂の葵ちゃんだから。で、何の勉強を教えてほしいのかな？私が理数系苦手なの知ってて言ってるでしょ。もうすっとぼけちゃって。数学はさくらの方が得意だから、そっちに教えてもらって。そうこなくっちゃ。わからないところあったら聞いてね。どうしたの？言えばそうだね、ちょっと前まではよく遊びに来てたのに。最後に来たのいつか覚えてる？
記憶ではそうなってるの？一緒にやったんじゃなくて、私とさくらで君の宿題やってあげたんだよ。ほら、夏休みの宿題が終わらないって8月の終わりに泣きついてきたじゃん。でも今度似たようなことがあっても助けられないね。だって君は私を甘やかしちゃいけないんでしょ。じゃあ私も君を甘やかしちゃダメだよね。残念だな。どうしようかな。じゃあもう同じことがないように勉強してください。してる君の横顔かっこいいなって。わかってるよ。あ、邪魔してごめんね。勉強続けて。ちょっと待って、なんで急に変な顔するの？君ってたまにお茶目になるよね。でも学校じゃあんまりそういうの見ないかも。もしかして私の前だけ？時間か。ね、そういえば宿題はどうなったの？って、ちょっと全然はかどってないじゃん。集中してたのは一瞬だけだったね。まあ、私がちゃちゃ入れちゃったのも悪かったけど、こうなったら奥の手使っちゃうんだから覚悟してね。